にちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今日は久々の黒長アリの登場です。我が家では黒長アリを2コロニー飼っておりまして、うち女王が4匹いるコロニーはワーカー数が40匹に達しました。同時にオスアリも生まれています。一方、女王が3匹のコロニーはワーカー数は21匹と約半分です。また産卵数も少なく、現在保有している幼虫はたった3匹です。調子の良い方のコロニーもオスアリが生まれてきていることを考えると、調子は決して良くないと思われます。不調の原因は多々考えられるのですが、そのうちの一つが栄養の偏りです。我が家ではほぼ黒長アリにはオートミール以外の餌を与えていませんでした。黒長アリはイネ科の種子を主食とし、肉餌をあまり食べないので、これで十分な気もしますが、タンパク質が不足している可能性があります。そこで今回の動画では黒長アリにミルワームを与えてみます。黒長アリに肉餌を与えると調子を崩す、そして死ぬという話も聞くのですが、このままオートミールだけ食べさせてもどっちみち調子は向上しないと思いますので、ここで思い切ってミルワームを与えてみたいと思います。餌場にミルワームを入れてみました。早速ワーカーがたくさん出てきました。みんなミルワームの方に向かって行っていますね。すごい食いつきになりました。普段食べているオートミールには目もくれず、ミルワームにがっついています。これがコロニー成長の起爆剤になってくれるといいのですが、よく見ると頭やお腹の部分に小さなダニがたくさんくっついていますね。このダニも不調の原因の一つかもしれません。ワーカーたちがミルワームを食べる様子を少し早送りで観察してみたいと思います。大顎を使ってミルワームに切れ目を入れ、そこから体液を吸っているのがお分かりいただけたかと思います。まだミルワームも生きた状態であることも早送りするとわかりますね。2時間後、ミルワームは巣内に運び込まれていました。女王、ワーカー、そしてオスアリがミルワームに食いついています。この食いつき方を見ると、やはりタンパク質が不足していたことが不調の原因の一つとして間違いなさそうです。女王、ワーカー、そしてオスアリがミルワームを食べる様子を少し早送りで観察してみたいと思います。黒長アリのオスアリがミルワームを食べる映像はなかなかない貴重映像ですので、ぜひご覧ください。オスアリもワーカーと同じように大顎を使ってミルワームを上手に食べていたのがお分かりいただけたでしょうか。途中
お座りのミルワームの皮を食いちぎって、その破片を幼虫に与えていましたね。クロナガアリのお座りがこのようにワーカーとして働くというのも、実は貴重な知見ではないでしょうか。一日経過して、一方のコロニーではミルワームがすっかり食べ尽くされていました。タンパク質が補給できて、よかったと思います。よく見ると、ダニがオートミールを動かしていますね。餌場の掃除と、引っ越しも、今後やっていく必要がありそうです。もう一方のコロニーでは、幼虫がミルワームに頭を突っ込んで食べていました。幼虫は自力では移動できないので、ワーカーがミルワームの元に運んだものと考えられます。これでこの幼虫も大きなワーカーになってくれるといいですね。今回の動画、いかがだったでしょうか。今回、クロナガアリにミルワームを与えたところ、ワーカーだけでなく、女王、幼虫、そしてお座りまでもがすごい食いつきでしたね。やはり、クロナガアリといえど、タンパク質はとても重要なようです。今後、ミルワームが原因で亡くなるワーカーや女王が出ないか、注意深く観察していきたいと思います。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。